差し話、本日のゲスト、狛犬くしのです。お願いしまーす。ありがとうございます。ありがとう。もう、じっとせよ、お前。もう、じっとせよ、お前。何をしてんの？じっとしてたら、だって。いや、別にありがたい。じっとしてたら、じゃあ大事にしてくれるんですか、僕のことは。ありがたいよ。呼んでくれてね。ねえ、ありがたいけど。好きですから。別にこうね、なんやこれお前。だってじゃないと会ってなんかくれないじゃん別に。俺が別に串野にさ、会うやろ。串野にさ、普段からさ、うん、ごめんどうなんとかさ、うん、いやあのネタこうだねとかさ、うん、いやなんかあってなんかちょっとでも寄ってとかさ、うん、俺らを神保町に呼んでくれるか、うん、主催ライブやりました、じゃあ誰呼びましたか、アロハペンギンだったな。すごいやんか。そうだよな、アロハペンギンだったよな。唯一誰呼ぶんだろうなと思ってバーって朝10時アロハペンギンだったよ、ね、みんな朝10時これ、あ、な、何そのやっぱしんどいで、そういう話し合いがあったの、なんかそのそういう人たちを集めようみたいな話し合いがあった。いやまあまあ、じゃあ別にそんないけども、いやじゃあこれをね、いや見てるよ俺も差し話。いやもうそれはありがとう、見てるねんけども、えこれちょっとあれやなんだ、基本的には、うん、その亮がゲストの話を聞いて、うん、聞くやつだけど、うん、じゃあそれはちょっと後でして、うん、俺があの差し話を今見てる中での思ってることちょっと何個かあるから、うん、それちょっと言ってっていい？あのまず1個目、そのお前のその命の恩人みたいな芸人何人おんねんお前。お前それ言い過ぎてるって。でもしょうがない、そういう人たちしか呼んでないから。逆に。なんかお前がそう言うねん。いや、ほんと、何々さんとかは、なんとかこうしてこうしてくれて、あの、たまにいるじゃないですか。なんかこう、ネタもろくにできてないのに、こういうこと言ってくるやつって、出すやん。うん。誰それはって。俺逆にさ、お前から聞いたことないねん、その人を。うん、いや、だからその、言わないようにしても、それやっぱ芸人さんのことはさ。じゃあ、あんのかって、お前に、ほんまに。いや、そういう人おるんか？ある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 。あんのか？苦手な人と。一応、まあ、そのなんか串野なんかそんなもん多分すごい喜ぶかもしれないけど、一応最近あの復習ノートみたいなのつけてるんだけど、ずっとその復習ノート、何月何日、誰々、こういうことをされました、こうこうこうでした、で100点分の何点っていうので、100点分の何点、そうだから100分の何々で、100がマックス悪いってこと、100点が一番あかんってこと、そうこの間160のやつ出てきたけど、じゃあお前次第すぎるからそれは。いやそれはそうよ、それは俺次第。いや100にしたらその160とかにはせんでええやん、別に100でええやん。これが50人ぐらいだったら、なんでお前自分しか見られへんノートでちょっとボケてんの。いやいや、でも意味わからへん、これはでも本気だからそのね。でも結構辛口でつけてる、そんなんか、まあまあまあ、気軽に70点とかつけない、全然33点とかの人とか。嘘とか言わへんね、その嫌いな人がおるとかが嘘とか言わへんけど、うん、そのまあ、見ててそのいやもう本当に何々さんは優しくてみたいな。それはね、でもしょうがない、もうそういう人を逆にめっちゃ人好きなやつにも見えるしな、あと。いやそれはそうだから、まあ、ね、寂しいよね常に。まあまあそうかな、まあ見てて、まあ、まあまあ、あとそれぐらいやねんけど思うことは。こいつ何人その精神的支柱怨念みたいな。いや、わかるわかるわかる。わかるわかる。かわいいなと思うけど。全然串野でもあるしな、それ、その。いや、だから、それ裏返せば、うん、ここに呼んでくれてるってことは、うん、まあ、ある程度のそのボーダーをクリアしたやつだから。そうそうそう。相当好きんじゃないと。まあまあ、それを別にその嬉しいとこ取るとかもないけど。まあ、嫌われてないに越したことはないから。それはね、もちろん。まあ、同期でな。そう。NSC からずっと一緒やったから。そう。いや、まあまあ、そうね。なんか、うん、あの最近さ、ラジオ、スタンド FM のラジオの方に、レターが届いて、うん、ほう、みぞみぞするラジオ、みぞみぞするラジオ、丸も木から落ちる、丸も木から落ちるの、ことなハッピーラブラブチャンネルみたいなやつ、あ、違う、トラちゃんニコニコ仲良きラジオじゃなくて、うん、そう、丸も木から落ちる、丸も木から落ちるね、ね、丸とやってる方にレターが届いて、丸がやってるやつにお前が毎回ゲストっていう手で出てるラジオな、そう、うん、すごい聞いてくれてる、ありがとうございます、本当に。やから俺、串野の話をしてるレターが届いて、怖っ、うん、で俺その正直そこの範囲内じゃなかったから分かんないんだけど、うん、94数字の2のって書いてあったから、うん、どうやら串野のことだろうなと思って、串野で、チェリー大って書いてある、多分チェリー大作戦のことを、チェリー大作戦さんのことを書いてある、チェリー大串野、うん、だからその俺からしたらそのなんかどういう言葉ってなって、はい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 、チェリー大クシのぶった温泉みたいなネタが届いたの。ほう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 。え、そう、知らんところでどういう呼ばれ方してるの、お前は。なんかあんの？え、チェリー大ってチェリー大作戦さんじゃない？
だと思う。で、チェリー大クシノをぶっ飛ばせたけど、チェリー大作戦クシノではないじゃん。おだけど94でノーで。え、何？そう、だから同期のチェリー大クシノをぶっ倒せみたいな内容のレターが届いたの。うん。え、なんか、え、別に、え、その寮の話をしたかったことチェリー大作戦さんと。いや、別に全然そんなことないと思う。だって、だったらみぞみぞに来ればいいし。いや、もともと、だから俺同期なんやな。チェリー大作戦の胸ちゃんが。あ、そう、そういうことか。そうそうそう。そういうことか。で、年始に、チェリー大作戦さんが、東京来てて、ライブ一緒になって、で、その時になんか胸ちゃんが YouTube 撮ろうや、みたいに言われて、元同期で、言ったら俺入り直してるから、そうね、そう。っていう動画を撮って、もしかしたらその時に、寮の話とかをしたんかな。いや、だから、それなのかわかんないけど、でもそれが本当に先週ぐらいに来たの。先週ぐらいに来て。で、だから、まだ、そのラジオ、マルとは撮ってないから、そのレターを、まだマルも見てないし、まだ残ってんだけど、そうそうそう、まあでも分かる。じゃあ、それ、俺が、その胸ちゃんと撮った YouTube で、もしかしたら量をなんか、いじったんかな、分からん。もしくは、だから多分あれだよね、その、前さ、もっとニッチな話になるけど、そのゼロカラン VS 安倍のラジオを撮った後だから、その、クシノも同期じゃないぞみたいな意味の皮肉で書いてきたのかな。でもチェリー大の意味が分からへんけど、それやったら。だからチェリー大作戦さんと同期の。いや、それ言葉足りなさすぎる。そのレター。いや、それは。クシノチェリー大ぶっ倒せ。丸も木から落ちるのリスナーなんてそんなもんですよ。そうだ。言葉足りなさすぎるけど。あ、そうなんだね。だから。そうそう、俺も入り直しやから。まあ、それはだから知ってるけどさ。まあ、これもマジ、結構いろんなとこで言ってるしな。自分らの話を。ね、別に全然全然。だって、こまえのなんか二人とも入り直しコンビじゃん。そう、それはね、後々聞いてびっくりしたよ、俺も。俺は、大阪もともと、だから、NSC の段階でそれ隠してないもんね。うん、もう、やってたとかも言ったし、うん、俺はもともと大阪の、だから36期。うん。36期と同、まあ、俺 NSC は行ってなくて、その時。一般 D のが入れて、36期がデビューの年と、まあ、同時にあの吉本オーディション受け出したから。だから、素敵さんと同期みたいなことだもんね。そう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 。で、大阪で1年半ぐらいして、うん、で、辞めて、うん、で、辞めたらもう NSC 入り直してくださいってルールに変わっちゃって。うんうんうん、で、ああ、そうやったらもう知り合いとかもおるから東京行こうってなって、うん、まあ、4、5年バイトして、東京行ってみんなと同期で入ってみたいな。誰がいたの？東京の知り合いはその段階で。東京の知り合い？うん。あるいは11月のリサとかは、あ、そうなんだ、もう。かなり仲良かった。でも、でも、まだその時はね、うん、ほとんど来てないんちゃうかな、その、その当時大阪で仲良かった人とかは、うん、ほとんど来てなくて。あ、逆に裏返せば、素敵さんとか小田上田さんって、うん、NSC 卒業のタイミングでも東京に行ったから、はい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 、俺はその NSC の1年間がなくすぐスタートやから、うん、すぐ東京行ったから、うん、その全く面識がなかったから、うんうん、だから別に今も先輩後輩の関係ではある。だから思い出がめっちゃあるとかでもないってことだもん。そうそうそう。だからまず面識がないから。うんうんうん。でも11月のリサの特にマム、まあマム、今動画やからマムさんですけど。いや、全然全然別に。マムさんの方は大阪でそのやってた1年ぐらいで結構遊んだりもしてたから。今でも全然タメ口で喋るしみたいな。いいな。で、しかも、11月のリサさんって、かつ若いから、そうそう、年も一緒ぐらい。一緒ぐらいだよね、そうだよね。そう、向こうは高卒で NSC 入ってデビュー、うん、俺は普通にそれが高卒。そうね、リサさん若いんだよね。そうそう。それでまあ、東京 NSC 24期に入ってからも別にそれはみんなにも言ってて。言ってる言ってる言ってる。で、1年目のどっかで坂口と組むってなった時に、うん、なんか坂口が突然、いや、実はさ、みたいな。俺あの中村俊友達やねんみたいな言い出して、キューバンガイレートの俊さんと友達だと、友達やねんみたいな言い出して、あ、仲良かったみたいな、いや地元一緒でみたいな、ああなるほどねみたいな、そうそう、ほんでその後 NSC も一緒やって、え、ちょっと待って待って待ってってやって、いや俺あの NSC 実は38期通ってたみたいな、そこでもうだからそこで坂口は俊さんと久しぶりの再会を果たしてるのよ、うん、あれだから本当にライブで俊、うん、さんがあれマジであの時に気づいたってことでしょ。あ、そう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 、何やったっけ、ニーズか、ニーズじゃない、あ、いや、ニーズか、ニーズの打ち合わせみたいな、打ち合わせみたいな時にやってる時に、そう、なぎさラボがいて、当時のね、狛江で、そう、なぎさラボいて、金魚番長いて、コトラいてとかみたいな、うんうん、なんかそんなメンバーの時になんかみんなで吉本の本社のでかい教室でわーってやってたら、しゅんさんが出てきて坂口のこと指さして、お前同期やんなって言って、しゅんさんもだから 2,3 年ぶりか多分、うん、ぶりに会って、
だからうわーって翔さんが突然言い出して、ほんまその時なんかめちゃくちゃ串野だけ知ってたんだな、あの空間で。そう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 。で、あの瞬間に全員に入り直した。でも俊さんやから、うん、そのボケてると思ってボケかなって思ったら、俊さんがちゃうマジマジマジみたいな。俊さんがその全く知らん1年目のやつを知ってるみたいなボケにしたとみんな思ったよ。だほんまにやってて、だからで、そうそう、 NSC の時も地元が一緒みたいなんで、ちょっと 仲いいまではないけど、うんうん、まあなんかちょっと交流あるぐらいやって、うん、なんか4人のグループラインとかもあったりしてたらしい。そうなんだ。そう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 。だから坂口も実はまあで、あいつ辞めたな途中で、うんうん、早いやめて、そう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 、そんな感じやな。ようでも、うん、NSC に2発金払えるよな。まあでもそうか、払ってないのに、俺だけは払ってない。だから坂口とかは払ってるよな、2発。だからあれすげえよな。すげえと思う。で結構おるやん、多分そういう人って。うん、結構いる。すごいけどな。うん。だから三発の人もいるらしいし。ああ、うん。また今三発おんの。三発いる。てか今めっちゃ多いな、その他事務所から入る。ああ、まあ他事務所からは、うん、何組かも聞いてる。えぐいよな今。だからさ、まあ今度あんまり。まあ、当人はあれだったら別にカットする。いや、当人は言ってほしくないかもしれへんや、うん。俺別に入り直しや、入り直しというか、まず入り直しやって、うん、言ってほしくないかって言われたら、うん、まあまあ別にそのめっちゃ嫌とかではないねんけど。超面白いになるんだったら別に言っていいよ。し、まあなんかその、そうね。うん、まあなんか、やけどだから、そのローマンナ。今 NSC ですね、ローナンマ、ローマンナ。サメゾンビさんだからね。の男の名前。滝田さんね。名前なんだっけ。滝田さん。滝田さん。うん、滝田さんとかもめちゃくちゃやってたしやろ、うん、で言ったらエドベルトの、いやもうそう、北村さんもそうだよ。正直俺これは自分もそうやから、うん、その暴く権限あると思ってるから言うけどエドベルトの北村、そうそう、北村もだってめちゃくちゃやってた。そうそうそう、俺まだ北村さんなの。あ、そうな、うん、そのやっぱ陰りゆく部屋にお世話になってたから。あ、そうな、お世話になってたというかライブ一緒だったから、うんうん、でその陰りゆく部屋の、内田さん、うん、と、要はお昼とかにフリーライブがあったりする、その皆川ってコンビで今ジェニー社でやられてて、内田さんにおはようございますって言った後、うん、夜スタンドアップとかでエドベルトに会っても、うん、北村さんに会うとは言えないよね、その確かにな、そこは、うん、そんなんはある。だからこの間もね、あの劇場でたまたま NSC やったけど、どっかで会った時に、うん、水星バロック元、うん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 、元水星バロックの、知ってる知ってる知ってる、それ多分同期やったよ。同期だと思うよ。でも今入り直して、うん、NSC、だから NSC でやったコンビと組んでやってたりとか、めっちゃ多いの。そう。まあ、でも俺マジ何も思わへんし、なんか自分はそう見られてるんかなと思うのよ。その、うん、ほんま先輩っていうマインドなんちゃうんかみたいな。うん、でもマジでそんなことないのよ。うんうんうん、俺は、うん。でもだからその北村とかは。うん、まあ、俺その一回そのがっつり辞めてたとかもある込みやけど、うんうん、北村とかまあ割とこう地続きでこう入り直してみたいなやってるわけや、うんうん、実際マジどうなんやろうなと思うな。あ、難しいのよな。まあまあまあ、でもそうか、そうね、一回辞めてると辞めてないはその違いが結構あるっていうもんね。サメゾンビだからローマンナの人も多分ずっと別にやってたろ。ずっとだと思う。やろう多分。そうそうそう、だから俺はほんまにそのまあ、若い18の時に初めて、うん、20歳ぐらいで辞めて、うん、大学卒業して入り直してるから、うんうん、ちゃんとね、なんかその気持ち的にほんまにその先輩をしたことがないから、はい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 、全然そのなんていう先輩とかにバーって言われてもう何も思えへんし、うんうんうん、でも実際なんかちょっとどうなんやろなって。そっか、一回下がね。そう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 、あ、まあそれはだからよう言われるけどな、なんか、うん、お前ほんまは先輩だと思ってるやろみたいなはめっちゃ言われるけどあんまでもそれ感じたことないの。微塵も思ってないからな、うん、それこそ串野からもだし、うん、夏目からも感じたことないから、うんうん、どっちからも感じたことないの。ないな、だからほんまないから、まあ、うん、もう最近はさすがに言われへんけど、うん、やっぱ入りたてとか劇場上がりたてとか時はみんな俺のことを知らんから、うん、でこの感じってのもあるから、うん、なんか今どっちかっていうとね、そのなんかもう串野とかよりも今もその途中から入ってきたゼロカランとかが言われちゃうような立場にいるから、うんうん、ね、安倍とかやけど安倍とね、まあ、安倍ぐらいやけど、うん、まあでもな、まあ、そう言いたくなる気持ちも分かんねんけど、うん、俺がもし実際普通に NSC 入ってて、うん、実は入り直しですみたいな、うん、実は5年10年やってて、うん、今リセットして1年目からやってますみたいなやつを見たとしても、うん、まあ、あんま何も思えへんなってなるかも、うん、でもこれは自分がその立場やからかもしれへんな。でもさ、でも1回だけこれちょっとほんま、うん、あんのなんかピー入れんでもいいねんけど、うん、
いや、入れた方がいいかもやけど、うん、無限大、うん、で、俺らが1年目の時に、うん、坂口と、うん、当時、なぎさラボっていうコンビでやってて、うん、無限大のサードメンバーやって、うん、はいはいはい、その1ヶ月ポンポンって買って、そう、セカンドとの入れ替え戦に行ったんやな。で、その時に、同じその入れ替え戦ボーダーぐらいにおった、うん、まあこれピーリルナ入れていいんですけど、うん、正直も名前合わせてんけど、どっちかも全然今言えない感じでもないねんけど、なんか、あ、なんかお前って入り直しなんだよなみたいに言われて、うん、あ、そうですみたいな、うん、で元何期なのみたいに言われて、うん、だから東京で言ったら19期ですねみたいな、うん、あ、同期なんだ、まあじゃあ別に悔しくないかって言われて、うん、俺はまあその時何やこいつと思ってそれをボケなのかほんまなのかも分からんねんけど、うん、まあ、まあじゃあ悔しくないか、まあ、いいか別にみたいに言われて、うんうん、いやねんこいつって思っただけ。その時ぐらいかな、なんかその芸歴のあれをなんて言ったんやろな、なんかこうちょっと変な草しからされたというか、うんうんうん、気にしてなかったけど、うん、まあ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 、うん、別になんかいいやねこれとは思ったな。まあまあ、でそのな、別に関係性がそんなないくて、うんうんうん、2回目3回目ぐらいの喋りが急にそれだとね話しかけてきて、うん、お前同期なん、え、まあでもなんてやろみたいなったから、いやそれ別に関係ないですけどねって言いたかったけど俺も、うん、でも言わなかった。言わない、今もちろんそう言わない。なんかさ、そのこういうマインドとかもそうだけどさ、うん、そのずっとね、うん、俺が NSC の時から、うん、もう会った時から、うん、もう2組クラスも一緒、うん、の時のクシノからもうずっと俺が今でも思ってること、このーで俺は多分そこも含めてクシノのことは好きなんだと思うけど、おう、そのさ、マインドずっとちょっと屋敷さんじゃん。あー、マジ。お、いや、クシノって怒ってるところ見ないし、その、なんかあるのかもしんない、その、うん、坂口には、その、ネタとか、こうこうこうでとか、あんのかもしんない、うん。その辺のところは知らないけど、その、うん、出てる時とか、先輩と喋ってる時とか、うん、なんだろう。で、人のことをクシノからやっぱ、嫌いとかもあんま聞かないし、嫌いだし。ちょっと聞いとるやんけ、お前。いや、だからその、こういうやつめっちゃムカつくよ。だからさっきのみたいな。ああそうそうそう。あの時は、はって思ったけどな、って思った。ああ、俺が、そうそうそう、嫌いって言ってるのあんま聞かんとこ。そうそうそう。ああ、なるほど、ね。っていうところとかを、その、俺がファンとして見てた屋敷さんの像と、クシノの感じが、ちょっとグンってなるのが、俺はすごくなんか、悔しさもあり、なんか羨ましさもあり。いや、でも確かに俺もだから、その、最初亮と仲良くなったのも多分それきっかけや。いや、ニューヨークさんだと思う。好きで、みたいな。で、だから俺は NSC の時に、うん、そのやっぱ芸人さんのことをどれぐらい好きかかどうかで相手のことをその点数つけてたから、どれぐらい好きかどうか、そうそうそう、誰を好きかとか、誰を好きかじゃない、そのお笑いのことを好きでそれなりに入ってると思うから、どれぐらいお笑いのことを知ってるかも、だからもともとやってたやつなんかすでに50点ぐらいプラスついてる状態で始まるけど、その知識とかじゃなくてな、そうそうそう、普通にその関わりがあったとかで、で俺もニューヨークさん好きやでって言って、クシノが言った時に多分いきなり単独ライブの話とか、なんかそういう話をして、うん、でなんか YouTube でこれがみたいな、まあその時まだ YouTube やってないな、やってないから多分、うん、まあでも俺もその変態的にこうファンとして好きやったとかではないから、うん、でそういうのも完全にお前に、そう、先に俺に気使ってそういうのも言ってくれてるんだよこういうことそのなんか事前にそのなんか浮き輪みたいなの出しておいてくれてる、それは別になんか亮と喋った時に、うん、あれみたいな、うん、クシノほんまかってなりたくないから言ってるだけともあるし、いや、わかるわかる、あと事実でもあるけど、あとでもそれでさ、そのね、戦いとかでもなく、まあ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 、別に俺の方が好きだぜとはならへんよ。いや、だからもう嫌なんだよな、そんなんか。でもこれほんまなんか良くも悪くもなんかなんやろな、まあ、たまになんかね似てるみたいな言われる時あんのよ、うん、そのスタンスというか立ち位置的なやつで、そう、で、なんか、さっきもちょこっと言ったんやけど、結構いろんな人のラジオ聞いてたんやけど、うん、もう今なんか一周回ってずっとニューヨークさんのラジオ聞いてんのよ。うんうん、でも良くないなと思って俺も。なるから。やっぱ似ちゃうのよ。そういう。ちょっともね。そういうちょっとしたなんか、うん、まあ、その、ただでさえ、じゃあちょっとだけスタンスが似てるとかなって、うん、その喋り方までとか、うん、なんかお笑いの感じ、まあそれは真似できるもんではないけど、うんうんうん、まあでも、うんうん、その介護官的な真似の仕方は全然できるやんか。できる。いや、まあ、よくないねんけど。みんな一回手出すからね、やっぱ。うん。粗品さんと屋敷さん。いや、俺全部、もう、その二人、正直。でしょ、うん、もう。で、そう、やっぱ、ツッコミで、粗品さんとか屋敷さんにもう憧れんのよ。うんうん。うん。で、クシノが、バチンだったの。NSC の時にやっぱ。ああ。
いや、ほんま俺やばい時期あったからな。なんか、いや、ただパクってるやつとか見たの、普通に。いや、もう俺でも結構正直言うけど、パクってるで、マジで。だから、その、でも、うまさで隠せてんのよ。ああ、ああ。だから、その、俺、NSC の時に、うん、あ、この人たちのことが好きです、うん。こうはなりたいけどなれないな、どうしようってなってた、ツッコミの人が何人かいて、うんうん、まあ、屋敷さん、うん、もうだし、山里さん、粗品さん、学天則の奥田さん、川瀬名人、で、井上さん、ノンスタイル、うんうんうん。で、なんかこういう人たちをやりたいけど、できないと。うんうんうん、で、ギュッてしてみたけど、うん、やっぱできないな、どうしようかなって思ってて、うんうん、で、似てるけど、こいつのもんになってるもんな、ちゃんとっていう人たち。うん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 。を見つけようと思ってたら、そこにクシノがいたんですよ。ああ、マジ。ありがたい。そうなると、ここでさ、俺の中にさ、その、ここにクシノが入ってきちゃうわけじゃん。ああ、そう。あ、それは、お前の中で、あいつパクリやがってとはならへんね。いや、ならない、ならない。その、確かにな。だって、そうか、古市とかって、まだ別やもんな。古市は別。澤部さんとか日村さんとか。そう、だから、言われてんので言うと。24期のツッコミ、うまいやつ、うん、うまくて面白いやつ出てこいってなった時に、はい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 、その古市とか木原とかは入ってこないから、うん、面白いやつ、わからんでもない、うん、であれはあいつらだけだから、うん、うまくて面白いやつ、これが競技化された時になんかあるじゃん、そのそれこそ粗品さんがやってたじゃん、ツッコミとか、うんうんうん、ルミネで、うん、ってなった時に古市とか木原とかって多分、うん、今でこそ俺はその普通に面白いな好きだなで見れるけど、うん、やっぱ NSC とか1年目ぐらいの時にさ、うん、見れないじゃん。いや、あいつら別物だから、うん、みたいな。わかるわかるわかる。めっちゃわかるよ。ってなった時に、クシノはやっぱずっと上にいたの、俺の。まあだから良くも悪くもっちゃあるけど、それは。だからほんまに。個性がないっちゃないし、別に。まあ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 。でもそのポジションの人はおらなあかんとも思うし、うん、だからワッチとか、だから最近、さ、ゼロから一度同期になって、うん、まあワッチも、ジャンルで言ったら多分俺と一緒や。うんうん。でも俺的にワッチは結構間な気もするな。その、古市と木原ほど、うん、変ではないけど、そうね、ちょっと個性もあるし、うん、なんか、まあ、太ってるとかのキャラクターも込みでやねんけど、うん、でも脇面白いからだけど、うん、あんだけワード上手に使うんだったら、うん、太くない方がいいよね。まあまあまあ、確かにめっちゃ太ってるもんな、うん、まあそうね。でもそう、さっきのその粗品さんと屋敷さんの真似してるとかで言ったらほんま最初の頃なんて俺そのネタの最初の方に、うん、言った粗品さんの体言止めみたいなツッコミあるやん、うん、野党的な、うん、野党みたいなツッコミ、まあ、みたいな体言止めしてネタバーって盛り上がってきた時に最後殺すぞとか言ってたからもうほんま混ぜたやつとかやってたよ、ま、混ぜたやつもうほんま最初の頃な、大阪かな多分それ、あ、大阪で1年目19、20歳ぐらいやってた時はやってたかも、そのもう混ぜたやつ、サイクロの時、サイクロ夏目、うん、1年目、ね、今この夏目先生でやってた時は、うんうん、多分そうやってて、うん、でなんか言われたな、それ誰、確か誰か言われたな、言われたんだ、うん、特訓かな、徳原旅行、はいはい、あの辺もみんな同期っていう話で、うん、特訓になんか言われたかな、え、それ嫌な言い方じゃないけど、わかるわかる、好きすぎてなってもうてるでみたいな、うん、いや確かになみたいな、でそっから徐々に徐々に、まあ東京来てからはまあ割とそうね、あとなんか綺麗な関西弁だしな、うん、まあまあまあ、でも粗品さんもあれはもう今、うん、結構もうみんなさ、なんかこうフリー素材じゃないけど、うん、まああんま別にあれをやってもさ言われへんくなってるよ、まあ、体言止め実況系、そうそうそう、うん、とかそのツッコミでバラすみたいな、そうね、うん、まあ、いやだから屋敷さん出身三重じゃない、うん、で俺おばあちゃんち三重で、うん、結構三重いたから三重弁もできるの、うん、だから俺 NSC の時あの本当1ヶ月ぐらいその三重弁でずっとやってた時あったの、あ、そうなんや、もちろんすぐやめたけど、あ、そう、え、それ屋敷さんっぽくなりすぎたってこと、いや、もう屋敷さん一回やってみようと思って、あ、まあ、全然いいねんけどなと、うん、でもなんかそう別に俺別に三重の言葉の人じゃないよと思って、はいはいはい、まあな、まあ、てかあれやん、最近のコトラのネタを全く見てないから今リョウがどうなってんのか分からへんな、今ボケツッコミ逆、あ、そうなん、うん、今逆でもないけど、え、福井ってツッコめるん人に、無理無理、だから逆でもないけどっていう、あ、まあでも、いや、いいんじゃない、でも確かにボケツッコミも両方両がやるみたいな、うん、福井はずっと聞き手みたいな、うん、まあでもそれで漫才じゃないって言われたから、まあ、それはそれでいいんだけど、燃えんねんお前、もうなんか、うん、そネタ箱みたいなすんなそっから燃えんねんお前やめろお前で、そう、ね、そう、であとなんかずっと
うん、俺にその火の粉みたいなものが降りかかってる時も、うん、そう串野だけは優しかったから。何の火の粉？俺その串野に嫌なことされた記憶一個もないの。これ金魚番長もそうなんだけど、うん、同期の中で、うん、金魚番長もだし、うん、まあ、串野も夏目もだけど、うん、ここ4人に嫌なことをされた記憶がないの。嫌なこと言われた記憶もないし、嫌なこととか俺も別にされたことないけどな。まあ、これはお前が多分、まあ、うん、まあ、分からんで、これほんまにこういうのって、うん、こういうなんかもし亮と同じような人がおったら、うん、いやこうお前みたいなやつには一生分からんよって言われるかもしれへんけど、うん、なんかそのストレス耐性みたいなのが、うん、すごい低いんじゃないと思っちゃうけどな。ある。いや、ある。それはある。それを嫌なことって捉えるかどうかが多分鈍感なだけというか。でもなんかそのあんばいじゃないけどさ、うん、こいつ多分ここガチだからここいじんない方がいいだろうなみたいなさ、うん、とかがあったりするじゃない、うん、で一応俺はそういうのは考えるようにしてるんだけど、うん、多分串野と古市は抜群にそれがうまい。まあそのバランス感覚的な、うん、その人の阿部君がむっちゃ下手だったやつ、ね、あれ下手やったな。そうそうそう、まあ、があるから多分好きなんだと思う。まあだから、まあ、量はね、うん、なんかね、あの、なんやろな、悪口を言いやすいやつなんよ、その、キャラクター的にも。うん。悪口というか、量をいじっときゃ受けんのよ、正直。嬉しい。でも、うん、その、実際に何か大きい、ほんまに腹立つこととかは、うん、まあ、それは量以外もないから、言ってないだけではあるけどな。うん、いやー、優しい。で、俺一個、量の、なんか、いじるときに話すやつは、うん、なんか、量が、その、こういう差し話とか、なんかライブとかでも、うん、なんかね、福井へのパワハラみたいないじりが要されて、うん、で、なんなのそれみたいな、みんなバーってやられて、うん、で、なんでお前も組んでんのみたいな、わからんけど、うんうん。これ言われることとかあるやん。ある。なんでそんなじゃあ悪口に組んでんのみたいな時に、なんか亮が、うん、いやでも、あの、福井さんって、うん、なんか、絶対辞めないんですよ。と、うん、とか、なんか、うん、福井さんって、なんか、俺ができないことをやってくれるんですみたいな、うん、そのいや別にお前らのその関係を見て、うん、あーって、まあ、なる人もおるかもしれないけど、いやその受けてむずいねんあれ。いや知らんがなってなんねん。俺それなんかお前しきりにやんねんそれを。でこいつなんやねんと思って、お前がもう10年目20年目でめっちゃ売れてて、でコンビとしてのなんかすごいこう何やろな、単独ライブとかもずっと埋まって超人気でもお前がめっちゃパワハラする。え、じゃあなんで続けてんの、うん、いや福井って僕にないものを持ってるんですよっていうやつをなんか今やってて、いやそれで俺らが素敵ってならへんか。ダウンタウンさんがその浜田さん松本さん俺は全部持ってるけど唯一持ってないものを浜田が持ってるとかやったらなんねんけど、なんでそこでやってんねんとかは俺よ赤坂とかに言うな。うん、あのありがとう。だから俺これ前言ったから、まあ、ここでちょっと言わないと仲良くみたいな言えないから。別にその全然いい、そのまあそういうレベルな、っていうのを言ってくれる人が、うん、だからその新寮までさ、うん、いじりにくいとされてたからさ、うん、そのなんか俺。うん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 、なんて、まあまあね、っていうのをずっといじってくれてたから、まあ、串野だけ。まあでもそれ歴もあるよな、まあまあ、4,5 年目やから、まあまあ、やっぱちょっとそういうさ、なんかお笑いのこの内側のことっていじりづらいというか、まあ、あとアロハペンギンねいじってくれるの俺。ああそうなんや。でも、まあ、春樹とかもな、でもそう似たタイプ。いないのよ、そのそういう友達が俺。いやそんなんでも別にみんなおらへんのじゃん。いやいや、だってみんなインスタのストーリーとかでさ、ガン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 上げてらっしゃるじゃない。もうでもそれが別にいじってくれる友達とかではないというか。いやでもなんかただの友達、お前だって上げてるやん、遊んでるやん。だから他事務所とかのさ交流めっちゃあるやん、うん、他事務所ばっか。もういいやんそれで、嬉しいそれが。もうでもなんやろな、リオってなんかあんま言い過ぎひんかったら別に誰も何も思わへんねんけど、うん、やっぱ言い過ぎてんじゃん、なんかその、まあまあ、誰々さん嫌いなんですよみたいなのを、まあまあまあ、やっぱそれって言われてる本人は、あこいつ裏で俺のこと言ってるかもなとも思うし、やっぱり。なるほどね。言われるってイコール、まあお前はそれでグッと距離近づきたいかもしれへんけど、言われてる人はいやこいつもしかしたらこれもどっかで言われてんちゃうかって思っちゃうから。まあでもこれだけ確定だけど、俺無理な人とは完全に喋らない、うん、
そういう人とは福井さんが喋ってくれてるから。ええねそれ。ときめかんねんお前それ。それなんやねん。だからそう。でなんかその時のなんか福井のなんかまあまあまあみたいな顔もあるんですよ。福井がなんかその量が上げてくれた時のまあ、うん、まあまあ、それはねみたいな。そう。なんやねんそれみたいな。うん、だから。そうね、好きな人とは喋るし、好きじゃない人とは徹底的に喋らない。うん、まあ、無理、それは。狛犬はさ、うん、じゃあこっち聞こう。狛犬はさ、今あれでしょ、スタイルをだいぶ変えてるんでしょ。プレッシャーみたいなのあったんや。もうずっと仲悪かった。もうずっと喧嘩してたな。